プロクリエイトの使い方をたくさん紹介していきたいと思います。プロクリエイト初心者の方も中級者の方も、あ、こんな裏技知らなかったっていうのをたくさん紹介していきたいと思います。クイックに行きたいと思います。レッツゴー。まずはですね、キャンバス間の移動っていうのをやっていきます。このレイヤーをですね、違うキャンバスに移動したいとき、長押ししてギャラリーを押してですね、違うキャンバスをタッチします。そして手を離すと、そうするとですね、こんな感じで違うキャンバスに新しいレイヤーとして追加されております。で、このレイヤーを移動する技なんですけど、このギャラリーを押して次プラスのところに持ってって手を離します。そうするとですね、これがなんと新しいキャンバスとしてですね、出現してくるんです。こんな感じで背景をね、透明にして、この一部だけをですね、選択して大きくすると、はい、エビフライの完成でございます。めちゃくちゃ簡単ですね。で、このエビフライのピングのところだけ保存したいよっていう時はですね、この工事マークの共有のピングっていうところを押さないと保存できなかったんですよ。多分皆さんもね、そういう感じでされてると思うんですけれども、これめちゃくちゃ簡単に保存する方法があって、この写真アプリをスプリットビューでまず開きます。で、このプロクリエイトのレイヤーのところ、長押ししてギュッとドラッグ&ドロップで写真アプリのところに放り込んでください。そうするとですね、簡単にピングとして保存されてるんですよ。私がレイヤー保存するときはですね、もう毎回これでやってるので、いちいちピングのところでね、やってると時間かかるので、キュッてやっちゃってください。で、このドラッグ&ドロップする技なんですけど、普通のキャンバスをですね、保存するのにも効きます。このギャラリーのところから保存したいやつをですね、ギュッと長押しして選択して、その状態でこの写真アプリの方に飛んでいきます。そうするとですね、今度はこれ JPEG で保存されてます。次、マスクの便利技でございます。このマッチ棒のところですね、手とマッチ棒が今重なってると思うんですけど、このマッチ棒のね、重なってるとこを消したいときはマスクっていうのを使います。黒色を取ってなぞります。そしたらですね、このマッチ棒の一部が非表示になるって感じですね。で、この非表示にしたマッチ棒ですね、移動させるとこんな感じでマスクのところもですね、一気に移動してしまうんですよね。このマッチ棒のところだけを移動したいんですよ。消してるところは移動させたくないよっていう時はですね、このマッチ棒のリンク、マスクのリンクを解除します。その時どうするかっていうと、マスクのところをですね、指で左にスライドピュッてしてみてください。で、この状態で矢印ボタンで動かすと、このマスクの部分はそのままで、マッチ棒のね、マッチ棒のところだけが移動されるんですね。なので、こういうね、マスクは移動したくない、イラストのところだけ移動したいんだっていう時はですね、このリンク解除っていうのをやってみてください。次、レイヤーの表示非表示ですね。たくさんレイヤーがね、こんな感じであると思うんですけど、このボンのところだけを表示したいよっていう時はですね、このチェックのところを長押ししてみてください。そうすると、このボンのところだけがですね、浮き出てきます。他のところは非表示になるんですね。で、そうするとですね、このレイヤーが今どれくらい濡れてるかっていうのをね、見ることができます。で、ちなみにこれね、2本指でタッチすると不透明度をコントロールすることができます。で、これ2本指タッチで不透明度なんですけれども、2本指スライドするとですね、アルファロックっていうのになります。アルファロックははみ出さないように塗る設定です。この上からですね、こう黄色でなぞると、このボンのところ外にははみ出さないように塗ることができます。はみ出さないようにしたいときはアルファロックにした状態で上から色を重ねてみてください。はい。で、次、レイヤーの複製でございます。このレイヤーのところを長押ししてギューってキャンバスの外にですね、放り投げるんですよ。そうすると一番上にこんな感じでキャンバスが出現しています。これね、1個だけじゃなくて2個3個でも大丈夫です。選択して複数選択した状態で外に放り投げると、一番上のところにですね、こんな感じでレイヤー4枚が複製されておりますので、簡単に複製したいときはですね、キュッて放り投げてあげるといいかなと思います。で、次、選択と変形ですね。このイラストの一部をですね、形変えたいときはですね、この選択ツールで囲って矢印マークを押すとですね、変形できるんですけど、下のところにですね、フリーフォームとか均一とかがあります。均一にすると、縦横比同じで変形することできますね。で、このフリーフォームは自由に変形できるんですけど、フリーフォームの時にこのポチを長押しすると歪ますことができます。このポチ長押しでギューってスライドすると、自由に変形することができます。で、このワープに関してはすごいこういう感じでワープできますね。はい、こうペロリンチョってめくったりすることもできますので、はい、こういうめくりたい人はこういう感じしてください。で、このワープの左下、
高度なメッシュっていうのがあるんですけど、この高度なメッシュを押すとより細かいワープをかけることができます。こんな感じでゴムみたいなね線が出てきて、ここを移動させるとこんな感じで綺麗に、ワープをかけることができます。でこの選択と変形なんですけど、超裏技があって、この選択した状態でこの E のところですね、外に放り投げるんですよ。そうすると簡単にその部分だけを削除することができます。こんな感じでもうレイヤーのところにはですねこの E はないんですよ。 E のところ今選択したと思うんですけど、 E のところ以外を選択したいとき、まずこんな感じで選択ツールを取るんですけど、選択ツールを取るときにこの下の削除っていうところを選択するんですよ。この状態で E を囲ってみてください。で矢印ボタンを押すと E 以外のところがこんな感じで選択されてるんでございますね。でじゃあこれ削除したら、はい、E だけが残りまして、 E だけのイラストになるということでございますね。はい、ありがとうございます。以上プロクリエイトの便利技でございました。今日ね触ってたイラストは iPad Mate Doodle っていうね NFT のイラストでございます。アミティ先生先日この NFT をですね販売いたしまして、なんと700個の NFT を販売することができました。皆さんありがとうございます。買ってくださった皆さんもありがとうございます。この NFT をですね買ってくださった方は iPad Mate のコミュニティに入ることができるんですけど、この iPad Mate のコミュニティでは今日はねすごいプロクリエイトの簡単な使い方だったんですけど、めちゃくちゃ詳しい使い方まで、このね E の風船の書き方とか、 E の風船 Do も U も U も Do L、 プロクリエイトだけじゃなくて Canva とか 3D とか Affinity とか LINE の作り方とか、本当にいろんな勉強会をですね私もやるし、メンバーのみんなもやっててですね、ものすごい盛り上がりを見せてる iPad Mate のコミュニティなんですけれども、4月にですね販売をしたんですけれども、もう1回販売があります。次はですね6月の2日から6月の4日でございます。この期間にですねまたこの前みたいに買えるようにこうサイトが立ち上がってですね、そこ買ってもらったらコミュニティに入れるっていうような形になりますので、 NFT を買うにはですねちょっといろいろやってもらう必要があるので、細かい買い方はですねこの概要欄のところに載っけておきます。まずですね仮想通貨っていうのを手に入れるんですね。ビットフライヤーとかコインチェックっていうところでまずね仮想通貨っていうのを手に入れるんです。その後メタマスクっていうのを登録してしたら NFT を買えるようになるんですけども、ちょっとこのね NFT ハードル高いよって思う人いるかと思うんですけれども、はい、その通りでございます。ちょっとハードルが高いでございますね。このコミュニティに入るのにね、いちいちいろいろやらなきゃいけないと思うんですけれども、やっぱねそこのなんかいろいろ調べたりとかリテラシー高めて入ってきてくれた人にはですね、アミティ先生からもいろいろギブしていろいろチュートリアル私のもう裏側全部お見せしたいと思いますので、リアルオフ会とかもですね今度ありますので、6月の24かな、はい、みんなで集まってとんでもないお祭り騒ぎになるかなと思うんですけど、そういうのもねやったりしてますので、次回の販売ぜひ買ってもらえると嬉しいなと思います。iPad Mate はですね、Discord っていうところで運営してるんですけど、その Discord に入ってもらったら、みんながですね、買い方をサポートしてくれますので、わからないって言ってくれたらですね、あ、こうしたらいいよ、こうしたらいいよって、いろいろ教えてくれますので、どうしてもわからない、つまずいたっていう人はですね、Discord に入ってもらって、ぜひね、質問してみてください。そしたら絶対誰かが答えてくれますので、安心してね、挑戦してもらえればいいかなと思います。はい、ということで今日は以上でございます。気づいた。プロクリエイトの人にもらったんです、このバッジ。かわいいでしょ。